ピーチャークーボーャクはいこちら卓球ですね実はね久保さん僕試合出まして練習してましためちゃくちゃもう2日が3日連チャンで試合れ練習と試合したんですけどもう死にますねもうバキバキであのもう寝ないと無理ですね試合出ましたいやでもねあのー なんだ、リーグ戦、予選リーグは2勝、二勝一敗か。だけど、その、なんだ、その、1勝したところが、まあ、優勝したんですけど、あ、いっぱい、僕たちが負けたところがまあ優勝したんですけど、まあ、レベルが違いすぎましたね。<laughs> そう。<laughs> もう少スコにやられましたね。まあ他の 2, 2試合はね、まあ勝ったんですけど、 いやーね、やっぱ僕も今年39になりますけど、おっさんやな、みたいな。筋肉やばいっすね、もう。もう体、あの、精神と体がついていかないっていうね、若い頃の時の感覚が全然あるんだけども、体が全然追いつかないっていうね。これ何なんでしょうね。だからね、ちょっとね、練習しようかなと思って、ちょっとね、 あのまあ,あの体も衰えてきてるので筋トレにもなるしそうまあそんな感じでねあの直近は僕はあの,あの卓球してましたっていうね <laughs> 卓球してましたよ久保さん <laughs> そう一応僕ね14年ぐらい卓球昔小学校3年から大学までやったんでまあ14年ぐらいはやってるんじゃないですか まああの、青森山田高校っていうね、1年だけですけど、ちょっと挫折しましたけど、日本一の高校にも行きましたから。そう。まあインターハイも一応出ましたしね、その転校して青森山田を、まあ、1年で辞めて山形の高校に行って、そこで山形で、まあ、団体優勝して、で、まあインターハイ出ました。で、シングルはね、あの、行けなかったんですよね。あの、インターハイのその、その、 決定,戦決定戦でダブルパートナーに負けましたでダブルスは2位だったんですね山形県でその優勝決勝戦があの同校の、まあ、同じ高校の、うん、同士打ちで決勝でダブルスはで2位でで,でシングルスはあの同じパートナー、ね、ダブルスのパートナーとやって同士打ちで負けて、まあ、インターハイシングル出れなかったですね まあ団体は優勝しましたけど。で、うだ、大学もインカレみたいな全国大会もねい、行きましたけど。そう。まあでもね、まあ、そう、全国行ったレベルぐらいなんで、大したことないですけど。まあまあまあ、普通にはできますよ。うん、だから、あのーい、こういうね、温泉卓球やってるやつには絶対負ける気はしないですね、100%。 まあ、まとめるとですね、まあ、衰えるってことですね。衰える <laughs>。体はどんどん衰えますので、あのー、今のうちやっといた方がいいんじゃないですか、いろいろと <laughs>。いや、本当に動けなくなるし、本当に何もできなくなりますよ。まあ、今のうちになんかいろいろとや,るやりたいことやっとけばいい,いいんじゃないかなと思いますね。だから、 あのお金稼ぐっていうことも今やっとかないと結局お金使える時間も少なくなるしまあ旅、まあ、まあ、久保さんも言ってましたけど年取ったらねあのご飯もねなかなか食えなくなるとまあ親の話してたのかなあのね全然もうお腹いっぱいみたいなねだからその金稼いでももうお腹いっぱいみたいなねで旅行行ってもねもう疲れた足がみたいなねだからもう全部において 楽しめなくなくるんですよねだからお金の価値ってどんどんん下がるわけですよだから多分僕,は僕のこれはまあ8070になってみないとわかんないですけどまあおじいちゃんおばあちゃんがあのお年玉みたいなこうお金をあげるお金をなんか孫にねこうあげるのが楽しみの一つになるのは結局自分でお金を返還できなくなるからそれを使って あのお年玉とかその入ってあげることによってなんか一つの幸せを得られるっていうなんかだからお金のね価値がどんどん変わるんですよね年取るとだからまあ今なんか欲しいものがあるんだったら今手に入れるべきですよおとあの年取ったらそれが欲しくななくなっちゃうっていうかうん入れ手に入れたとしてもまあ車で車もね今欲しくてもねじゃあ80歳になって運転できるのか70歳になって運転できるのかまあまあきついですよね どんどんきつくなるので、だから早く稼いで、早く手に入れて、早く体験して、思い出作って死んでいくっていう。これでいいんじゃないですかね。うーん。だからまあ、こう、あの、先月も終わっちゃいましたし、だから僕はね、久保さん、あの、まあ、ちょっと、ちょっともうバキバキでしたけど、まあまだ痛いですよ。めちゃくちゃ痛いですけど、今日から。今日からゴールデンウィークキャンペーンですよ。今日から <laughs>。今日からゴールデンウィークキャンペーンやりますからね。しっかり商品売ってきますよ。 買うようよに、まあ、久保さんは買わないと思いますけどね。はい行ってらっしゃい。